猿っぽい、うん、あ、いい香り、なんかおしゃれな香りですよね、うん、色可愛くて119円なんで買っちゃおうかな。119円めっちゃお手頃、こっち99円ですよ。あ、すごい、わ、なんか今めっちゃおしゃれな袋いっぱい出てますね今日、そう持ってきたんですけど、かわいい、うん、なんか幅が広いからめっちゃ使いやすいですよ ね、 もうほんとカラフルでいろんなことに使えるんで、うん、携帯ホルダー、かわいい、かわいい、すごい、なんかこっちだと私携帯のケースが分厚いんで入るから、あ、確かに、そう設置するのにちょっとなんか面倒だとなんか置かなくなっちゃうんで ね、 そうなんですね、見てめっちゃ可愛い、そうこれ立つからいいなと思って、あ、シリコン保存バッグ、へ、私が使ってるシリコンバッグがなんか立つやつもあるんですけど、うんうんうん、立たないやつもあって、ね、立つやつがそんなに口が広く開かないんですよ、口開いたままっていうのがいいなって、いいですね、普通グニャってなりますもんね、そうなんですよね、いいですね、なんか私が使ってた時のシリコン鍋みたいなのちょっと変わってます、かわいい、すごい便利なんですよね、すごい薄いですね、そうなんですよね、あ、このグラスも毎日使ってます、なんかもうワイングラス、ね、出すのめんどくさいので毎日これでワイン飲んでます、ヨーグルト入れたりティラミスとかパフェ作ったりとか、あ、そういうのでも使えてて199円です、確かに形かわいい、これかわいい、でもどこおこっていう、こっちの色もある、安くないですか、1900円ですよ、かわいい、ではどこおこ、これもめっちゃ使ってます、あ、使いやすそう、これ外で植物を置いても使ってます、あ、これも使ってます、外で植物を置いてます、へ、かわいいブーク、おー、ね、かわいい、うんうん、なんか一式、ね、一気に変えますよね、うん、確かに、奥行きが浅いのもいいな、うん、いいですね、確かに、ね、欲しいかも、これがね、前めっちゃ気になってて、かわいいと思って、何ですか？なんかここ意識直せて、でなんか鏡になるんで、そのままメイクできるみたいな、かわいい形が、かわいいですよね、クリアでこう持っていけるからめっちゃいい、これもなんかこういう柄がないやつは前からあったと思うんですけど、私このブラックとのやつ初めて見たかも、うんうん、あ、決められない、急いで決めないといけない決められない、かわいい一人暮らし用のキッチン、めっちゃかわいい、めっちゃ新作の鏡かわいい、すごい子供が喜びそうな空間、こういうなんか上がベッドみたいなの私もちょっといいなって思って探してたんですよね、こっちのディスクもかわいいです、このマットもお子さんいる方にめっちゃおすすめです、あとこのねレゴをしまうやつで上で遊べるやつもすっごいずっと気になってます、ずっと買おう買おうと思いながら子供たちがレゴにはまってくれない、かわいい、結構ね、IKEA の造花うちにいます、あ、そう、これすごくないですか、99円ですよ、あ、すごい、かわいい、かわいい、ちょっと重たいな、めっちゃかわいいんですけど、なんか枝物とか入れるのに、なんか今グリーン多いのかな、確かにこのグリーンがすごい目立ちますね、うんうんうん、ニューって書いてる、199円、すごい、お外用にいいかも、これかわいいです、色がこの辺全部新作で、タイマー内蔵で毎日同じ時刻に自動で点滅、6時間でちょうど、これとかもタイマー内蔵、999円、それもタイマーなんですね、そう、これもタイマー内蔵、これもかわいいですね、私の大好きなチーズが売ってる
IKEA の持ち帰りできるフードもあります。あ、オーガニックジンジャーエールめっちゃ美味しそう。すごい、全部99円。こういうボールめっちゃ使うんですけど、白が意外になくてね、2個買ってみようかな。いつも柄が違うので可愛いです。フードコートすごいおしゃれです。かわいい。原宿限定のツンブロードです。めっちゃ美味しそうですね。サーモンが入っててね、人気のブラックボール。サラダもめっちゃたっぷりで嬉しい。カフェラテにしたんですけど、アイスの豆乳でめっちゃ美味しいです。うーん、この甘いソースがミートボールにかかってるのが美味しいんですよね。これが美味しいですよね。すごいね、人気商品ですよね。人気メニュー。あ、美味しそう。すごい。いただきます。うん、美味しい。甘いのと合う。また中のマッシュもめっちゃ美味しいです。植物由来のミートボールで全然そう感じない、めっちゃ美味しいミートボールです。いただきます。これ持ち歩きながら食べれちゃいますね。確かに、うん、結構しっかり入ってて嬉しいですね。うん、あ、めっちゃ美味しい。あのスモークサーモン、野菜もたっぷりでヘルシー。うん、すごい美味しいです。すごい鮮やかな、ね、綺麗な、美味しそうな。ティップするのかな。確かに結構こってりしてます ね、うんうん、ね、エビがいっぱいだからね、お子さんも結構好きですよ ね、めっちゃ子供エビ好きなんですよね。うん、うん、ピリ辛ソースです。めちゃくちゃたくさんお買い物してきました。はい、帰ってきました。ここからは IKEA 原宿店で実際に買ったものを、使えるものは使いながらご紹介していきたいと思います。まずはこちら、形かわいいと思って、キャンドルなんですけども、形がめちゃくちゃ可愛くて、使い終わった後も可愛いなと思って。こちらはバニラミルク、すごく甘い香りがします。シールも綺麗に剥がれますし、かわいい。そして同じくキャンドルなんですけども、これもまた形がかわいいんですよ。おしゃれで、色もねめちゃくちゃかわいいです。コーラルっぽいピンク、なんかフルーツとお花が混ざったような香り、海外っぽい香りがします。並べておいたらかわいいなって思って買いました。あとはなんかこのデザイン、視聴者さんが好きな方多そうだなと思って紹介したいなって思いました。そしてなんとこちらは入り口で見つけたんですけども、99円。あ、めっちゃ爽やかな香り、グリーンっぽい、シダっぽい、すごい好きな香りです。なんかおしゃれな香り。これもね小さくて可愛いです。なんか普段は飾っておいて、例えば停電した時とか、そういった時にも使えるから、やっぱちょっといくつか家に置いてるといいですよね。香りを楽しむのはもちろんなんですけど、ちょっとこういった形はね、私初めて見たので、割と新しい商品なのかなと思います。癒される。冷凍品、用冷蔵からご紹介します。こちら IKEA の有名な冷凍ミートボールなんですけども、添加物が入ってません。お肉、玉ねぎ、パン粉、全卵、塩、砂糖、香辛料と油だけになります。冷凍してあると何もない時とか、すごくいろんな料理に使えて便利です。ミートボール、子供たちも大好きなので、とってもありがたい商品です。ラップしてレンジで3分でできる手軽さです。このままでもしっかり味がついてて美味しい。こういう甘辛のタレをさらにかけても美味しい。
これは醤油とバルサミコ酢とメープルで作った甘辛のタレをかけても美味しいです。 IKEA みたいにジャムを添えようと思ったんですけども、いつも無駄にジャムがあるのに今日に限ってラズベリーのジャムがなかったです。そして私の大好きなアーラのクリームチーズなんですけども、ガーリック買いました。ガーリック初めてです。いつもはプレーンかパイナップルなんですけど、 IKEA にはガーリックとハーブがあって、めっちゃどっちか迷いましたがガーリックにしてみました。こちらもねクリームチーズなのに添加物とかなく、とってもシンプルでめちゃくちゃ柔らかくクリーミーで大好きなクリームチーズです。そしてめっちゃいいなと思ったんですけど、これ保冷剤が150円で売ってました。はい、シールを剥がせばとってもシンプルな保冷剤になります。こちら持って帰ってくるときありがたいのはもちろん、またね繰り返し使えるし、とってもシンプルな感じが好きでいいなって思いました。あと食べ物飲み物はこれで以上なんですけども、オーガニックジンジャーエール買いました。ジンジャーエール大好きで、オーガニックジンジャーエールとかすごく珍しいなって思いました。生姜は農薬が多いって言いますよね。めっちゃ楽しみです。結構ね辛めのジンジャーエールが好きなんですよね。これはどうでしょうか。甘味料は有機サトウキビみたいです。今もうね持って帰ってくるのが重くてすごい疲れてたので、グビグビっと飲ませていただきました。甘さ控えめで美味しいです。これまた行ったら買っちゃいそう。キッチングッズご紹介します。これめちゃくちゃ面白いなと思って、はじめ収納っていうか置物置く台かなと思ったんですけど、なんとまな板。もちろん普通にリビングとかキッチンとかの収納とかちょっと台上げるのにも使えるんですけど、この写真を見てまな板としても使えるのと思って、私背が高いのでめちゃくちゃ使いやすそうと思ってまな板として使ってみたいってなりました。面白いですよね、高さがあるまな板。これがちょっとね一番楽しみ、使うの。あ、高さいいかも。下なんか引かないとずれちゃう、ね、ちょっといい。おお、背が高い人いいかもしれないです。あとは普通に可愛いのでなんか収納にもいいですよね。こういうところの棚上げて下にもなんか収納するとかもいいなと思って、あー嬉しい。あとはこちらシェーカーです。めちゃくちゃプチプラでした。こんな感じの 500ml まで入るものなんですけど、朝家でプロテインとか飲むのにすごくいいなと思って、口が広いので洗いやすいじゃないですか。結構しっかりね閉じるので持ち歩きもできるのかなと思ったりもするんですが、家で毎朝飲むのにシェーカーだと洗うのが大変で、ちょっとこう出すの億劫だし、適当な蓋がついたものを使っていたんですが、そちらも汚くなってきたしちょっと洗いにくかったので、これすごくお安くていいなと思って購入しました。あとはこちら IKEA の有名な鍋蓋なんですけども、私も昔使っていたんですが、昔使っていたものと色が変わっている気がする。こんな感じで3枚重なってとってもコンパクトになるシリコンの鍋蓋です。食洗機も電子レンジも冷蔵庫も OK です。ラップ代わりにもなるんですよね。それがすごく便利です。あとはこの穴があるのでかけておくこともできるみたい。私が使ってたものよりかもすごくシンプルになっていたと思ってもう一度買いました。こうねこのままね火にかけられるのですごくいいです。でこうサランラップ代わりにして冷蔵庫に入れることもできるし、あとはこちらです。これが下のトレイが抜けます。かわいいですよね。洗ったお箸とかしゃもじとかそういうのを立てれるように下のスタンドが抜けて洗えるようになっています。朝食洗機から出したスプーンとかフォークをパッと一時的に立てるのにもいいなと思ったのと、キッチン収納のスペースにちょっとデッドゾーンがあってそこにもいいなと思って、どっちにしても使えそうと思って買いました。このキッチンの引き出しのデッドスペースに置きたかったんですよね。こんな感じ、これもう一つ2個入りそうですね。ここになんか収納できそう。あとはこちら可愛くないですか。これが、まあ、いろんな用途で使えそうですよね。でも
紙ナプキン入れですね。 IKEA の紙ナプキンすごい可愛い。いつもね行くとデザインが変わってるんですけども、今回はこちらの花柄購入しました。こんな感じでぴったり入ります。お客さんが来てお菓子出す時とかあれば何かしら使えます。広げるとこんな感じのデザイン、すごく可愛いです。あともう一つ紙ナプキン買いました。こちらが新作の柄みたいです。かわいい。こんな感じ、もうワンサイズ小さめになります。なんかこの下にちょうど入ればいいなとか思ったけど、それはサイズが合わなかった。なんか他に合うやつありそうですよね。そしてこのお皿なんと99円でした。安い、安すぎます。こういったボールねめちゃくちゃ使えるんですよ。なんか厚すぎずちょうどいい薄さで、真っ白で清潔感があって気に入って2つ買いました。今6個ぐらいこれ使い回してるんですけど、6個あってもなくなる日があるんですよねなので購入しました。あと食器はこちら2つセット、なんかショボチョコみたいな食器なんですけども、食洗機 OK、 電子レンジ OK なので小鉢としても使えるし、湯飲みとしても使えるし、多機能に使えそうですよね。で場所も取らないですし、いいなって思いました。ちょっと使ってみてやっぱり良かったら4人家族なんで買い足そうと思います。あとはこちらもお安かった竹のコースターです。はい、2個セットです。とっても可愛い。それこそ先ほどの、あ、良くないですか。湯飲みとして使う時とか茶碗蒸しとか出す時にこのコースターで出すの良くないですか。あとはもうコースターとしてじゃなくてアクセサリー置きとか、あと小さな植木置きにもいいなって思いました。これも紹介まだしてないんですけど、はい、こういう感じの植木のお皿としてもいいなって思います。このグリーンなんですけど、なんとこちらも99円でした。100円切るってすごいですよね。しかもめっちゃ可愛くて小さいので、なんかあらゆるところに置けるなと思って、洗面所のちょっとしたスペースとか、トイレのちょっとしたスペースとか、いや1個じゃなくてこれもっと買えばよかった。買いたそう。これもめちゃくちゃ気に入りました。あとキッチン用品こちらなんですけども、これはなんとこちらを開けるとカトラリー入れになってます。スプーンとお箸がこんな感じでコンパクトに収納されてます。すごいコンパクトで良くないですか。持ち歩きに、長男が来年年長さんになるのでこういうの使えるかな。3色ぐらいありました。あとはこちらステンレスのお箸です。なんか韓国料理とかステンレスのお箸で食べたいなって思って買ったんですけど、清潔だしとってもかっこいいなって思ったので買いました。軽いです。結構ねステンレスお箸重かったり平べったくて使いにくいものが多かったりするので、これなんか軽くて丸くて使いやすそうな気がします。すごい楽しみ。はい、さっきのやつこんな感じで洗って立てておける感じですね。あとはスプーンもお安くて購入しました。こんな感じのとってもすっきりしているスプーンです。小さいねすっきりしたスプーン欲しかったんですよね。味見用にしようかなと思ってて、普段食べるスプーンとは別に味見する時にお玉からお皿に取って味見してっていう感じでやってたんですけど、ちょっとひと手間めんどくさいじゃないですか。なので味見用スプーンを別でお玉とかと一緒に置いといて、パッと味見してこれパッともう食器洗うところに持っていけるように味見用スプーンに買ってみました。あとはこちらです。なるべくねシリコンの収納バッグを使うようにしてるんですけど、やっぱりあると便利なので、食品用なんですけど食品でなくてもいろいろコスメ入れたりとか使ってます。久しぶりに買ったらデザインが変わってました。これね大小2つ一気に入ってるのもありがたいですよね。黒がめっちゃシンプルで使いやすそう。あと黄色、いろんなサイズありますけど、私は IKEA で買うときいつもこのサイズですね。 1.2 リットルと大きい方が 2.5 リットル洗って繰り返し使えるタイプです。こちら迷ったんですけど買いました。こういった綺麗なアクリルの収納ケース、そして取っ手がついていて持ち歩けるのが便利だなって思いました。スキンケアを持ち歩いてゆっくりしたい時とか良くないですか。私は開封しているスキンケアがいくつか多めにあるタイプなので、入りきらなかったりとかその日の肌の状態によって変えたかったりするので、今は区切られてない普通の、ま、四角のものに入れてるんですけど、倒れるんですよね1個取ると。なのでこう区切られているのもすごくいいなって思いました。そして区切りを取ることもできます。
まあ、メイク用品やメイクブラシ入れて持ち運ぶようにしたりとかいろいろできると思うんですけど、私はスキンケアを入れようかなと思って購入しました。持ち運びできてめちゃくちゃいいです。ちゃんと仕切りがあってずれないのがいい。あと私撮影とかで1回2回持ち運ぶのに、スキンケアとかコスメとかそういう時にもいいかも。もう一個あってもいいかもしれないです。いい感じ。そしてこれめっちゃすごいと思って新作で出ていたので買いました。店頭でも見ていたんですが、ちょっとねこれバラバラになっていて組み立てられるか心配でどの形を買おうか迷ったんですが、自動で同じ時間になったらライトがついて、で6時間後に消えるっていうオートタイマー付きのライトです。とっても可愛いしすごいと思って買ってみました。昨晩組み立てました。ネジとかいらなくって私でも簡単にカチッカチッと組み立てられました。昨晩組み立ててスイッチオンした時間にしっかりついてくれています。このまま6時間点灯して自動で消えるそうです。素敵。そしてこれはご存知でしょうか。何かわかりますか。可愛いですよね。なんと電池いらずでこうやって回すと発電する懐中電灯です。はい、着きました。災害の時とかに電池ないとか何かあるときに便利だし、こうやって発電できるってなんか子どもの勉強にもなるし面白いなと思って、インテリアとしても可愛いのでポンって普段は置いてあって何かあった時に使えるといいかなと思って買いました。可愛いし面白い。はい、こんな感じでインテリアにしてもなんだかわからないですよね。まさか懐中電灯とは思わないですよね。インテリアによく馴染みます。あとはこちら何でしょう。こちらは携帯置きです。私の携帯置きが結構分厚いので、もともと IKEA に売っていた木製のね可愛い携帯スタンドだとその間に入らなかったんですよ、私の携帯が。なのでいいなと思いつつ買えなかったんですが、こことか、まあ、こことかこんな感じでもいいですし、立てられる3段階携帯がこれめっちゃいいなと思って、横でもいけますね。料理しながら何か見るとか音楽かけるとか、そういう時に携帯の幅が分厚くても使える携帯スタンドでポンって置いておけばオブジェみたいで可愛いと思ってすごく気に入って買ってみました。寝室とデスクとキッチンととかいくつかあってもいいかも。キッチンにこんな感じで置きっぱなしにしててもおしゃれ。キッチンに置きっぱなしにしようかな。じゃないとまた使わなくなるのでいい感じです。あとはこちらも新作です。もともとこのベージュだけ、ベージュと黒じゃなくてベージュだけのものは前からありましたよね。この黒が入ったカラーは新作でございます。めっちゃ可愛いです。メイドインベトナム。おもちゃ収納とかぬいぐるみの収納とかポイポイと入れる収納にすごくいいんですよね。で今私は自分のピラティスとかで使うボールとかそういうのが部屋中リビングにちょっと散らばりがちなので、それをねしまっちゃうと使わなくなっちゃうのでポイポイと入れておこうかなと思って買いました。あとはリビング用に買ったんですけど、この部屋だったらこういったブランケットを収納しておく感じで使ってもいいですよね。かわいい。ここにね置こうかなと思います。あんまり出番がないんですけど、私のピラティスのボールだったりとかこういうとか、あと肩こりのやつとか、この足ボリボリやるやつとか、あとボールとかピラティスのバンドとか、まあ、こういうのがコロコロと転がっててしまっちゃうとやらないので、こんな感じでポンと置いておくとさりげなくおしゃれだしやるかなっていう感じで置いときます。あとはこちら S 字フックみたいな感じなんですけど、こう白で一見そういった S 字フックに見えないというか、とても可愛くて使いやすそうだなと思って買いました。こちらは5個入りです。軽くて傷もつきにくそうで良さそうですね。そしてこちら今日ね荷物を持って帰ってきたこちらです。はい、私ね IKEA のバッグ持って行ったんですけど、これが可愛くて買っちゃいました。持ち手がカーキでボーダーで可愛いです。ビニールシートみたいな素材がめちゃめちゃ軽いのにめちゃくちゃしっかりしてるので、重いものをどんどん入れても本当に丈夫です。そして持ち手も短い方と長い方があるので、今日はもう重すぎたので短い方だと持てなくて長い方で肩からかけて帰りました。そんな感じで使い勝手がとってもいいです。中
カーをね開けた時の街もめっちゃしっかりあります。はい、こちらが今回の IKEA 購入品でした。